小沢王子、グドゥル姫、東に行ってヒンリー先生をもう一度訪ねてみたいわ。よし、到着。経営研3翻訳実況、ティンラの代わりに喋るタマウサギです。2回をかけてダマスカスをたっぷり堪能したんだけど、セプテムが本当に目指しているのは大学者キンリーの家だ。それが実中発掘この螺旋状の建物であると占い師ロクサーヌさんのヒントで分かった。果たしてそのキンリーさんとはどんな人物なのか、それでは行ってみよう。セプテムさん、ここが例の有名な大学者キンリー大先生のご自宅です。その右にいる人ってキンリー先生ではないよね。サヒルジー、お久しぶり。ご主人様はいらっしゃいますか？羊の方か。ウィダードとは旧知の仲のようだ。お久しゅうございます、ウィダード将。ちゃんと顔ぐらある。主人様はここ数日風邪でして、来客に会うことは難しいかもしれませんね。だから姿を見なくなったのか。あら、キンリー先生、風邪をひいたの？ひどいんですか？それはまあひどいかと存じます。はい。なんか言いよどんでるな。サヒルジー、実はね、こちらはキンリー大先生の功名を慕ってはるばる西方から訪ねに来た外国の方です。若干脚色入ってんな。風邪をひいていても会うことくらいはできるかと。お客様を待たせすぎるのもなんですし、一度会っていただければと思いますが。強引だな。ウィダードらしいって言っていいのかな。ウィダード嬢、主人様はその客に会うのは本当に遠慮したいところでして。怪しいな。こっちは強引すぎるけど、そっちも怪しいぞ。いいじゃないですか、別に。うちはキンリー先生とは旧知の間柄ですし、私も子供の頃ちょいちょい来てたじゃないですか。それに昔、先生は風邪をひいた時でもおとぎ話を聞きたくてやってきた私を歓迎してましたよ。子供の頃から強引だったのかい。そして多分子供の頃から体が丈夫だった。セプテムさん、気にしなくていいから、どうぞ入ってください。お前んちかよ。ウィダード嬢、本当に行けませんから。これはどうしたもんか。まずはアイテムあさろうか。なんか見たことないアイテムゲット。石化アイテムか。ついにこっちが敵を石化させる番が来た。まあ意味はないと思うけど、ボスには絶対効かないだろうし。大変だ大変だ、どうすればよいのか。という割には中に入らない。中どうなってんだろう。入り口3つあるんだけど、見たことある光景。今度は怖い BGM ないから怖くないけど。なるほど、この塔に登る用の通路か。さすがに登るタイミングは今じゃないと思う。引き返そう。もう片方の入り口は？見たことある光景。もういいや、素直に進もう。セプテムさん、こちらへ。キンリー大先生をご紹介するわ。左上のあの人か。なんかちっちゃいな、タマウサギがいるのもなんだけど。キンリー先生、こちらは西のフランク王国からやってきた方で、先生の学識をしたい、教えを恋に訪れたのです。ウィダードか。今日は風邪気味からあまりその…いやおい、なんだこれ。つけひげじゃないかよ。誰を騙せると思ってんだ。キンリー先生、お声がいつもと違うようですが。優しいな。そうかな。風のせいじゃろの。風の。ああ、何すんだよ。痛いじゃないか、お前。誰だ、このお子ちゃま。ショーキンディ、やっぱり君ね。ウィダードお姉さんが大事なお客様を連れて、おじいさんを訪ねに来たってのに、こんな悪ふざけを。違うから、僕はその、あれだ。いて、痛いよ、もう。お、キンディのお孫さんか。もしかしてヒゲは接着剤で。ウィダード嬢、若様をお許しくださいませ。からかうつもりでは決してございません。実を申しますと、主人様は先月病気で他界しました。なんと。本当なの？あんなに優しいキンリー先生がもうお亡くなりに。本当に素敵なご老人でした。彼の魂にアンラーの加護があらんことを。前回ウィダードが親父呼ばわりしたけど、気のいい人だったっぽいね。ごめんね、ショーキンディ、怒鳴ってしまって。幼くして両親を亡くした君の唯一の家族であるおじいさんまでいなくなったなんて、どうか気を落とさないで。うまいやけがこのことを知って、主人様のとある秘密の地図を奪いに来ることを恐れるゆえに、若様にあんな変装をしていただいたのでございます。そういうことか。秘密の地図を？どういうことですか？
主人様が生前秘蔵していたある邪悪な魔法に関する図式でございまして、マイヤ家は権力をつなぎ止めるがためにそれを手に入れようとしてございます。急にファンタジーな話になったな。ふん、いまいましいウマイヤ家が不正で得たカリフの椅子にそれは休んじて座れないはずだわね。敵意がすごい。そういえばまだ事情聞いてないね。ウィダード、他に専門家はいないか？いないわけではないけど、キンディ大先生はダマスカスあたりで最も優れた学者だし、蔵書も一番充実しているから。ねえ、何を学びたいか教えてよ。助言してやるからさ。ほう、ショキンビーも学者か。少なくとも学者の卵。戦争に負けない方法を。恥ずかしげもなく聞いたな。バーカ、ないよそんなもん。あったら世界から戦争がなくなってるはずじゃん。ですよね。疑うなよ。僕はじっちゃんの本をよく読んでるから、理解したとまではいかなくてもどんなものがあるのか大体知ってるもん。君が学びたいのはバビロニア人が残した先制術の知識に近いと思う。そういう本なら一緒に探してやってもいいよ。ダマスカスの村人が違うって言ってたけどな。じゃあウィダード、俺はしばらくここに残るとしよう。アラビア語の読解も勉強しつつ。セプテムは他に当てがないし、これでよかったかもね。あなたたち、一人はアラビア語初心者、一人はガキ、本当に大丈夫なの？じゃあウィダードも教えてよ。ウィダードさん、やっぱりここにいたんすか？ウィダードの部下か。どうしたアシル、先にダマスカスに戻れって言ったのに。アバス家のアブル様は正式に武装蜂起を始め、ウマイヤ家を打倒すると決めたっす。ついに本格的なクーデターか。いやー、ランセランセ。クライシュケ当主のウィダードさんが帰還したと聞いて、打ち合わせに招くために急いで自分を使わしてきた次第っす。素晴らしい、預言者の末裔がようやくカリフの座に戻れる。ウィダード、普通にやる気満々だ。こないだまで海軍勤務をしていたのに、海上に飛ばされてた時期は私服していたつもりなのかな。アンダーの名にかけて誓う。神明を落としてウマイヤ家を倒し、アッパース家をいただく。セプテム、失礼するわ。クライシュケの当主として欠席するわけにはいかない。案内ありがとう。俺はここでしっかり勉強をする。お前らの方は大事になりそうだから気をつけてな。さすがにセプテムに助太刀する義理はない。セプテムさん、ずっとここにいるよね。はあ。当分の間はいるから、会う機会はいつでもあるさ。心置きなく自分のことに専念してくれ。これ、いなくなるフラグじゃなくて。若様、私が外の様子を見に参りますので、お気をつけなさいませ。お、ようやく移動できる。じゃあとりあえずアイテムの有無の確認を。なんだこのでかいコンテンリー。失礼だけど、ここでは一体何が起こってるんだ？ウィダードから聞けなかったな。バーカ、知らないのか？イスラームのカリフはね、預言者ムハンマドの一族の末裔が務めるって決まりがあったんだよ。それなのにウマイヤ家の大臣がカリフだったアリー様を殺してその座を散奪した。だから大勢の人の不満を買ったんだ。これがウィダードの言う不正か。なるほど、それでアッパース家の人たちがウマイヤ家を倒そうと立ち上がったってことだな。それでっていうのも、ウマイヤ家の連中が普段から権勢を振りかざしてるのが嫌われる要因だよ。歴史上でもよくある話さ。ウマイヤ家は三奪で地位を手に入れたんだけど、前世で民の支持を得ていればアッバース家がことを構えようったって誰にも見向きなんかされないよ。うおう、君本当にいろいろ知ってるな。舐めていたぜ。ショーキンリー何歳なんだろう。バーカ、この辺りじゃ神道キンリーの名を知らない奴はいないぜ。侮ったらバッジが当たるぞ。バカと呼ばれるぞ。侮っていなくても呼ばれそうだけど。キンリー君、今後ここに残って勉強をしてもいいだろうか。いいけど、ここにいるのなら僕の言うことを聞かないとね。まず僕のことはキンディ大先生と呼ぶこと。調子に乗ってんな。はいはい、キンディ大先生。それでとりあえずアラビア語をしっかり身につけるんだ。それから君に何を教えるか考えておくから。こうしてセクテムはキンディの家に居候し、勉学に励むことになった。そうか、ここ椅子も机もないのか。その間、ウィダードも時折セプテムを見に来ていた。よかった、ちゃんと会えてる。いいじゃないかよ、ちょっとくらい。ポール、最近退屈だよ。あ、ニコル。セプテムってば、毎日本ばっかり読んでる。本ってそんなに面白いの？ウィダードのことは特に気にしてないね。セクテム、チョニンに取り寄せてもらった本を受け取りにダマスカスに行ってくる。留守番は君とサヒルジーに頼んだよ。問題ない。
自由行動タイムだ。と言っても屋内で何かできるわけでもない。うん、白衣の連中か。マルダン様、今日はわざわざお越しになって一体。マルダンって前回奴隷市を開催した人か。軍資金を集めるためにやったと言われたあれ。おい、貴様の主、キンディの親父が死んだって聞いたが、本当か？前回より柄が悪い。マルダン様、滅相もないです。主人様は元気に過ごされております、はい。クズが、てめえら人には息をするように嘘を吐くな。いるってんなら呼んできてみろえ。柄が悪いってレベルじゃねえぞ。それは、主人様はちょうどお経を留守にされてございまして、そういう次第で。クソが、これ以上デタラメ並べてみろえ。このゴミカスが。中を徹底的に探せい。マルダン様、お願いします。どうかおやめに。何を？サヒルシー。貴様ら。なんだ、文句あんならてめえまで引っ捕らえてやる。セッテムさん、マルダン様を怒らせてはいけません。そんなことをなさったらカリフ様に歯向かうのと同じで全イスラームを敵に回してしまいます。コチトラも全魔界を敵に回しているけどね。うん、よく知ってるじゃねえか。全員中を探せ。さすがに私のように短気じゃないか、セッテム。でもショキンディがいない。どうなるんだ。うん、クソったれどもが。今まで一番口悪いキャラだね。サヒルさん、大丈夫っすか？大変だ大変だ。どうすればよいのか。冒頭でも聞いたな、このセリフ。これ入ったら重大イベントでしょ。その前にやっぱり他の入り口を確認しとこうか。ただの屋上だった。何もないね。じゃあ塔の方も行ってみよう。今度は頂上まで行くぜ。最後ぐるっと回ってくる部分だけ自動移動だね。マックシステムの仕組みが垣間見える。到着。で、なんだ？何があるんだ？何もナッシング。まあ、綺麗だったね。何やってんだ？人様の家だぞ。俗に言うガサ入れだ。うん、キンディのクソジジイが我々うまい焼けに返上していないものがあんだよ。俺様が今日取り戻しに来るのは当然の道理さ。あの地図のことか。あれが本来うまい焼けのものだっていうの。マルダン様、どうかお許しになって。これらは全部主人様の私物でございます。マルダン様、見つかりました。これで間違いないでしょうか？そう、これだ。この地図だ。早い。大して大事に隠されてもいないな。やばい、白物じゃなかったっけ。よし、探し物は見つかった。撤収。ああ、何もできなかった。あ、何があった？マルダンの奴が大勢の人連れて家を出て行ったのを見たけど。若様、大変なことになってしまいました。うまい家の連中だ。主人様の例の地図を奪い去りました。どういうことだ？地図の一枚、わざわざ強奪しに来るとは。なんか邪悪とかなんとか。さっきの奴はマルダンって言ってね。ダマスカス地区のアミールなんだ。陰険で偉そうな奴なんだよ。偉そうなのは見ればわかる。奪われたじっちゃんの地図には、とあるダヤクマの封印された場所が記載されてるんだ。手の一振りで、千人の命を奪い、血の海を作ってしまうという悪魔のね。スケールがやばい。まさかまたサタンの大将クラス？下船な。そんな恐ろしい悪魔を探してどうするんだ。バーカ、ウィダードさ、アッパース家の反抗軍に参加してるじゃない。どうやら革命がどんどん盛り上がってて、うまい家がボロ負けしてるらしいよ。おう。だからマルダンの奴らはきっと、万策尽きたから悪魔を放って手助けしてもらおうと思ってるのさ。その悪魔を制御できるというのか。冗談じゃない。じっちゃんだって、相手を封印するのにすごくかかったって言ったぞ。だからあいつらの無茶は絶対阻止しないと。封印したのがロキンディだったんだ。大学者どころか大賢者じゃないか。さて、セクテムはどうする？なら行こう。俺たちもここを出て、奴らを止めに行くとしよう。革命軍があんな奴の手で命を落とすのは見たくないからな。そうこなくちゃ。
あの地図の内容はうすうす覚えてる。タドモルっていう砂漠の廃墟にあるんだ。案内してやるよ。聞いたことある地名だぞ、タドモル。そしてあの砂漠に入るってことか。伏線が一気に回収されていく。若様、それは危険すぎます。相手は馬焼きの軍隊ですよ。こっちは時空の剣士だ。じっちゃんがずっと教えてくれなかった秘密を見てみたいんだ。それにしくてもは僕の案内がないと生き方わからないだろ。そうだよ、頼むよ。致し方ございませんな。若様、どうかご用心を。主人様にはもう孫のあなた様しかおりませんから。ラクダと水をご用意してまいります。ありがとうございます。なあ、ウィダードお姉さんのこと心配してんだな。へへ、ガキだな。適当なことを言うな。サヒルさんの支度ができたか見に行こう。意識してるのか。お、キンディ君がついてきてる。ラクダが用意された。これがあればラクダ。若様、くれぐれも大事に。馬焼家は我々人民のことを目の敵にしておりますゆえ、何癖をつけてくれやもしれません。人民、アンラーを信じない人のことだよ。君たちの国でイエスを信じない人が差別されたりするようにね。それなら俺らの国よりはマシだ。こっちじゃイエスを信じないと火炙りにされるからな。それコルネリウスのせい。じっちゃんの持論ではね、アンラーもそちらの神もみんなにいい人になろうって教えるためにあるのさ。互いを迫害や差別し合うのに使っちゃいけないんだと言ってたら、異端だとみなされて人民っていう烙印を押されたってわけ。烙印はまだ優しいもんだ。こっちの神が異教徒に送るのは家計柱なんだぜ。なんで迫害のひどさでマウント取ろうとしてんだ。一晩お休みなさってはいかがでしょうか。不要。若様、どうかお大事に。早速出発しても構わない。準備はバッチリのようだ。出発しようぜ。ところで、そのタドモルというのはどんな場所だ。アラブの東にあるオアシス都市だった。数年前、ウマイヤ家に反抗したせいで住民が皆殺しにされたんだ。皆殺しだとすれば廃墟になってるってことか。その通りさ。砂漠の奥にあるからラクダに乗っていくんだ。ラクダに乗った。おお、快適快適。あ、敵出るんだ。チョコボには及ばないな。というかこいつら序盤のザコモンスターじゃないか。笑っちゃうほど弱いな。これだろ、タドモル。でもせっかくだから他に何かないか確認しとこう。おや、下の人、前回合成した神様じゃないか。普通にこんなところでザコモンスターとして現れちゃって。HP 残ったけど別に捕獲しなくても回復した。やるな、連復してみよう。技術持ってるかも。二度も回復。こっちのダメージ量には追いつけないよ。連復は失敗か。さらに北へ行ける。遠く行きすぎるのも良くないか。素直にタドモルに行こう。サソリだ。サソリの上位種、これで2段階目だね。支援パで燃やし尽くす。耐えた。しかしそのハサミ攻撃、泣けるほど弱い。片付けた。よし、到着。セクテム、着いたよ。ここがタドモルだ。一歩遅かったようだ。マルダーンたちはもう中に入っている。どうする？やっぱり入るのか？そりゃな、悪魔を解放させるわけにもいくまい。敵の様子を観察して、なんとか忍び込むしかない。バレバレな気がするけど。セプテム、セプテム、ここどこ？話聞いてなかったな。タドモル、砂漠の中の廃墟さ。おかしいな。なんでこんなに血の匂いがするの？だから出てきたのか。ここは数年前、住人が皆殺しにされたんだ。血生臭いのも不思議な話じゃないさ。違う違う、魔界の匂いがするよ。しかもとても濃いやつ。やっぱりサタンの幹部がいるんじゃないか。私一旦帰るね。何かあったら出てきてあげるから。ここからどうにかするってこと？
でも近寄るしかないしね。止まれ、何者だ。通りすがりの旅人です。砂漠の中でようやく日よけの場所を見つけたと思って来てみたんですが。無駄無駄、お前ら洞窟者だろ。意図はバレてない。いったいった、ここに近寄るな。休むならよそで休め。さて。ごめんなさい兵隊さんたち、実はなんですけど、自分は確かに昔この墓に盗みを働きました。でもアンラを信じるようになった以来、両親に苛まれておりまして、というわけで今日は宝を返しに出向いたんです。アンラーの許しを得ますようにと。顔色一つ変えずに全くのデタラメを。どうした、急に泣き出して。俺って情けねえ。洞窟はマルダン様の命令だとしても、俺はアンラーの教えに背くべきじゃなかったんだ。バカ野郎、マルダン様だって全イスラームの民のためにやってんだぞ。しかし洞窟は洞窟、こう任せることじゃないだろう。おいおいおい、てめえはまさかアッパースケの回し者じゃないだろうな。何？この俺が回し者だと？そうでした、確かにこの人がアッパース派のウィダードとかいう人と話をしてるところを見た気が。下道が。け、バレてしまったな、この裏切り者が。何をデタラメなことを。そこまでなる？あれまあ、これってアンラーのせいじゃないよね。そんな、セクテム、君ってなかなかの悪者だったんだね。いつ俺がいい人だって言った？ハルンとアダムがここにいなくてよかったな。勘弁してよ、こんな恐ろしい冗談。この二人は死んでる。入り口に何書いても落ちてないかな。なかった、入るぜ。うお、壮観だな。でかい石碑がある。エジプト風だね。この廃墟の中にこんな豪華な墓があるとは。バーカ、これがタドマルの文化なんだよ。古代エジプトをとことん模倣したオアシス都市だぜ。エジプトってここからすごく遠いと聞くんだが。ここの女王はエジプトのファラオの末裔と自称し、大昔マケドニアの拡張と共にここに移住した一族だったんだ。なるほど、君の本でエジプト人は墓の壮大さにこだわっていたと読んだけど、やっとこの目で拝めたな。死者がいつか復活しても生前通りの贅沢な生活を送れるようにしてあげようとしたんだ。でも洞窟者を防ぐために恐ろしい仕掛けが施してあることが多い。気をつけた方がいいよ。じゃあまずは石碑を読もうか。帰りたまえ、踏み入るなかれ。この城にはさまよう怨霊のみありて、侵入せし者をむさぼり食うを待ちいたり。帰りたまえ、立ち去りたまえ。誰が書いたんだろう。ここにスイッチがある。よくわからん。ようこそって感じなんだけど、中は迷路みたいだな。誰だ？もう追いついちゃった。ふん、キンディのところのガキか。何しに来た？そうだそうだ、ちょうどよかった。こっちは探しに探しても道が見つからなんだ。キンディ家のガキなら何とかできそうだろう。僕が？は？他に誰がいる？上官命令に従うのはクソ民間人どもにとっての栄誉だ。分かってんのか？フェメーラみたいなゴミがイスラームにいたいならおとなしく道を見つけてこい。さもないと首が飛ぶぞ。相変わらず言葉が汚い。どうする、セクテム、あいつらを助ける？構わん、今やり合っても意味がないし、奴らを手伝いつつ隙を見てやっつけるとしよう。それで行こう。僕もこの奥にある秘密を知りたいんだ。早々に引き返すのはつまらないぜ。この子も混沌寄りだな。じっちゃんの地図には確かこう書いてあった。最初の扉を開くには色が浅いレンガを探せって。おいおいおい、何ごちゃごちゃ喋ってんだ。やれって言ったらやれ。相談してんじゃねえ。相談ぐらいいいじゃねえかよ。おい貴様、こいつらを見張って怪しい素振りをしたらすぐ俺様に報告しろ。いいな？え、この兵士さんがついてきた。これか、色の浅いレンガ。浅いというか明るい。クソったりが、早く何とかせい。あんなあからさまなスイッチを見落とすとは。邪魔すな、あっち行け。もうこいつらのこと放置しても一生封印解けなそうだけど、でも解いてやろうか。私もキンディ君と同じ悪魔のことが気になるから。
はっはっは、素晴らしい。このマルダーンが貴様らに探せと命じたのは正解だな。はいはい。先に入れ、危険がないのか確認してこい。この先にさらなる仕掛けがあるかもしれん。こいつらはまだ使える。しっかり見張ってろ。マルダーン様、この中には。ハッチーしゃべれ、中に何があった。先ほど黒猫を見たのであります。マトリックス。アホが猫ぐらいで報告しに来るな。廃墟にはネズミが出るものだ。野良猫がいたから何だってんだ。しかしあの黒猫は自分の目の前を飛んで横切ったのであります。ありますじゃねえよ。てめえの寝言に俺様を付き合わせるんじゃねえ。空飛ぶ黒猫。申し訳ありません。安静します。何なんだよ、役立たずのクソどもが。ますます気になるな。でもそろそろ時間だ。次回タドモルダンジョン後編、ちゃんと終わるかな。次第元素トトノアは何時のために通天の門開かぬ。星座パズルか。古代アラビア語だからあのバカたちに読めないのもしょうがない。氷山島の魔物じゃないか。俺が非属性じゃなかったら私は眼科に行きます。ゾンビみたいな奴らが出てきた。見たことない敵だ。でもある意味すっごく見たことある。